ヘドビヘス・エドアルド・マルティノス・マドゥロは、オランダ・フレボラント州アルメル出身の、元同国代表サッカー選手。ポジションは MF、または DF。父親は、オランダ領アルバにルーツを持ち、母親は、オランダ自治領キュラソー島の出身である。二つの島はいずれもカリブ海の西インド諸島にある。 2003から04シーズンには最も将来が期待されるアヤックスの選手に選ばれた。2005年2月27日のローダ JC 戦でエール、ディビジデビューを果たした。2005から06シーズンと2006から07シーズンには KNVB カップで2連覇し、2005年から2007年にかけてはヨハン・クライフ・シャールで3連覇した。在籍期間中に リーグ優勝は果たせなかったが、公式戦105試合に出場して11得点を挙げている。2008年1月中旬、AFC、アヤックスのロナルド・クーマン監督が、リーガエスパニョーラのバレンシア CF の監督に就任するのと同時に、マドロもバレンシアと4年半の契約を結んだ。バレンシアからアヤックスに支払われた遺跡金は300万ユーロである。 1>, 1月27日の UD アルメリア戦でデビューし、2007から08シーズンの終了までに出場した11試合すべてで、先発出場したが、チームはリーグ戦10位でシーズンを終えた。コパデルレイは決勝まで勝ち進んだが、4月にクーマン監督が解任されて、ボロザンテ監督が就任してからは、 出場機会が減少し、決勝のヘタフェシー F 戦ではベンチから優勝を眺めた。2008年夏には、ウナイエメリ監督が就任した。2008から09シーズン序盤は、出場機会に恵まれなかったが、チームに負傷者や出場停止者が続出したことから、出場機会を与えられ、右サイドバックなどいろいろなポジションで良好なプレーを、見せた。 2009年4月25日、エスタディオデメスタージャでの FC、バルセロナ戦で、コーナーキックから遺跡後初得点を挙げた。守備陣で、絶対的なレギュラーだったのは、ラウル・アルビュールだけだったため、アレクシス・ルアーノやカルロス・マルチェナなどと激しい、ポジション争いを繰り広げ、2008から09シーズンは、公式戦30試合以上に出場した。2012年6月、 バレンシアとの契約を更新せず、セビージャ FC に移籍。2014年1月2日、ギリシャスーパーリーグのパッチテッサロニキに移籍した。2006FIFA フフワールドカップでのマドゥロプロ入り1ヶ月で、オランダ代表に招集された。2005年の FIFA フフワールドユース選手権で首相を務めた。2005年3月に、オランダ A 代表に初招集され、a FC アヤックスから、 プロデビューを飾ってからわずか1ヶ月後の3月26日に行われた 2006FIFA ワールドカップヨーロッパ予選ルーマニア戦で代表デビューを果たした。マルコ・ハンバステン監督によって 2006FIFA ワールドカップ本大会に出場する23人のメンバーにも選ばれグループリーグのアルゼンチン戦に4分間だけ出場した。2007年までに オランダ A 代表として12試合に出場していたが、オランダで開催された UEFAU-21 欧州選手権に出場し U-21 イスラエル代表との開幕戦で大会初得点を挙げた。2戦目の U-21 ポルトガル代表戦でもプレーし、チームは準決勝まで勝ち進んで北京オリンピックの出場権を獲得した。 準決勝の U-21 イングランド代表戦は延長戦を終えて1から1で PK 戦にも連れ込み両チーム合わせて32人が蹴って13から12でオランダの勝利が決まった決勝では U-21 セルビア代表を4-1で破って優勝しマドロはベストイレブンに選ばれたありがとうございます